はい、こんにちは。マイチャンネルマイハーです。今日はこちらですね。うん、妖怪ゲラポスティニザ歌の大辞典です。妖怪メダル U のステージ1、あれがここにファイリングできますね。はい、そちらが出ました。でもね、名称が歌の大辞典とか大丈夫ですか、またこれ。歌の大辞典っていうね、番組が、ま、前あったの、テレビ番組が。そう、あとはそれをね、またね、妖怪ウォッチお得意のパクッパクッちゃってね。それで今回はこのウサピョンの歌メダルがついてるのと、このね、レコードジャケットシールがついてるんだって、うん、これがなんか楽しみだよね、うん、うん。あとね、ここにね、ウサピョンが何やらコメント入れてきてくれてますね、うん。妖怪ゲラポスティーニのおかげでメダル集めがとっても楽しくなっただに。歌メダルだけ別ポケットに入れられて身も心も踊り出しそうな気分だにって言ってね、うん。それでうちはですね、妖怪メダル U はあと2枚でコンプだったね、うん。28枚だから持ってるのか、うんうん、だから結構埋まるはずですね、うん。はい、じゃあ早速ですね、開けてこちら入れていきましょう。はい、はい、あれ、なんで、これはおっと、すごいです。あ、ここにメダルあった、うん。なんか良さそうな感じになってるね、うん。じゃあうちが持ってるメダル入れていきましょうかね。はい、はいはい、ということで歌の大辞典にメダル入れてみましたね、うん。こんな感じでございます。ジバニャン S、 あと、うん、妖怪ガッツ K だけが足りないね、ここね、うん、こことここだけが足りないですね、うん。あとはなんかトランプに付属しているドヨ、そう、ほのぼのとドヨリーヌ、うん、これが足りないでるかな、うん。そしてこれをこうめくってですね、うん、こちらが、うん、こちら側が歌メダルだね、うん。一番上のウサピョンは今回入ってたやつだね、うん。で、まあ、ジバニャンとかドヨリーヌとかいろいろ歌メダルあるみたいなんだけども、一番下のここだね、ここ、それそれ、うん、これがマクドナルドキャンペーンでもらえるモグモグブラザーズっていう、ね、ジバニャンとこのドナルドが、うん、書いてあるけど、うん、そのうちあれかな、ハッピーセットであんのかな、うん、ねえ、ちょっと楽しみだね。そうだね。それで今回ついてきたウサピョンメダル、これ開けていきましょうか。はい、はい、じゃあこれピッてやって出してください。ピッポン、はい、どうでしょうか。あ、やっぱ歌メダルキラキラだね、うん、いいんじゃない。じゃあ妖怪ウォッチ U で音声確認してみましょうか。はいはい、やってみましょう。じゃあウサピョン入れてみます、はい、せーの。ウサピョン歌うまいんだな、うん、びっくりしちゃったな、うん。そしてこの付属していたステッカーなんだけど、うん、いつもねこれ全然使ってないんだよね、うん。まあ、たまにこういうちっちゃいシールを大事に貼ったりしてるんだけど、うん、今回のこのレコードジャケットシール、うん、これ結構いいよね、うん、うん、なんか使えそう、うん。はい、ということで今回はですね、妖怪ゲラポスティンの歌の大辞典でした。はい、ということで、歌の大辞典という思いっきりパクリ名称のあのゲラポスティーンでございましたね、うん。はい、今日の動画がですね、もしよかったなとか見てて楽しかったなと思ったら、うん、高評価ボタンお願いしますね、はい。そしてチャンネル登録していただくと、マイチャンネルが YouTube のチャンネル登録の一覧に出てきますので、うん、新しい動画が見やすくなりますのでね、はいはい、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、はい、あとなんだっけ、何ですか、コメントも。そうだね、コメントいただけると嬉しいですね。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。